おはようございます。2015年8月14日金曜日6時5分になりました。ということで、もうお盆真っ只中という感じなんですけども、まあ、いかがお過ごしでしょうか。というか、もうあれですかね、のんびりというか、もうなんか帰省ラッシュで疲れて、実家で出れって感じなのかもしれないですけども、まあ出れっともしてられないですかね。お盆だとね、親戚とかいろいろみんな集まったりしてますんで。さて、そんな中、ニュースがですね、だんだんこうお盆で、ネタがなくなりつつあるような、というかニュースサイトがあんま更新されてない中、ちょっとこれは、びっくりのニュースですが、シネットジャパンからレノボ一部製品で Windows の主要ファイルを無断で上書きということで、これ何のこっちゃいなというとですね、レノボですねの中のパソコンでですね、機種で一部の機種は、Windows アップデートとかね、ああいうなんて、その基本的にはユーザーの許可をして、それでこう上書きをするんですけども、そうではなくて、レノボの方でですね、勝手にアプリみたいなのをこうインストールしてしまうと。でユーザーが別に許可をしてなくても、その買ってきた時にね、プレインストールされてるっていうのはどこのメーカーでもあるんですけども、ただ Windows の、クリーンアップデートとかって言って、そのもう一遍全部真っさらにして、Windows だけをこう再インストールしてもですね、自動的にレノボのなんか一部のアプリが入ってくるようになってるということになっていて、これはWindows ではなくてですね、その下の BIOS っていうのがあるんですけど、一番最初、電源入れた時にこう動いてるプログラムなんですけども、そこの一部に実は組み込まれていて、レノボの製品であるとですね、自動的にそのレノボのサーバーからアプリを自動的にもう入れてしまう、ユーザーの意図しないにもかかわらずですね、インストールされてしまうということがあって、これがちょっと今問題になっていると。で、まあレノボの方は、いやこれでいろいろ便利になるんだよって、そのメンテナンスとかいろいろあると言ってたんですけれども、でところがですね、これがどうも悪用される恐れがあるということになってですね、でこれの自動この、ソフトをですね、取り除くためのプログラムっていうのは、削除プログラムっていうのが配布されてるんですが、これがなんとですね、手動でインストールしないといけないと。そこら辺がですね、非常に面倒くさい話になっていて、でレルボのサイトとかを見てですね、自分でインストールしないといけない、これはちょっとまたどうなのよということで、いろいろ問題になってくるんじゃないかなと思います。なんというんですかね、私も調べるとですね、どうも私の持ってるパソコンのうちの1台がですね、これに該当するようで、ちょっとですねこのお盆休みの間に調べて、対策しないといけないなということが分かりました。いやいや、なんともね、まあいろいろありますよね。その余計なことをすると余計なことにどうしてもなっちゃうので、まあメーカーとしてはね、わからないでもないですよ。そのやりたい気持ちっていうのは、自分のところのやっぱりパソコンであるがゆえに、いろんなことをこうしたいわけですよね、どこのメーカーとしても。でただそれをいじり方を間違うと、やっぱりそのセキュリティ的に非常に甘いことになってしまうというのがあって、それを、またつっついてくる連中がいるんで、悪用する連中がいるんで、このあたりを本当どうするのかっていうのは非常に厄介な問題です。まあ、どっちにしても、こういうふうにあまりこうね、広く世界中に広くこう広がってる OS とか、その辺をこう違う方向に持っていこうとするものっていうのは、やっぱり何かとどっかでこうね、悪用する連中がやってくる。ま
まあ、あの Windows っていうのはいろいろね言われつつも、でもこれだけあの世界中でいろんな状況に置かれて使われてきているので、なんていうんですかね、鍛えられてるというか、やっぱりいろんなことを想定していろんな対策を取って、なんていうのかな、そのセキュリティだとか、また悪用されないようにとか、いろんなことを、おかしな動きをしないようにとか、いろんなことをですね、ある意味実験されてきた中で動いている Windows なので、そういう意味ではね鍛えられてはいるんですよね、いろんな意味で。だからそれをですね、あえて違うことをやるような仕掛けを作った瞬間に、それの欠点というか、やっぱり見落としてる部分とかノウハウが全然違うんでね、やはり Windows は素直にそのままにしといてもらった方がいいんじゃないかなというふうに思いますけど、さて、そんなところでもう6時12分になりました。少し暑さはねマシになってきたのかなと思いますけど、まだこの週末ぐらいからまた暑くなるような予報もありますんで、お盆、今度Uターンラッシュになりますから、帰省した人たち今度この土日で、また帰ってくるので、その辺ぜひ、また気をつけてください。世界中であっちこっちでわけのわからん事故とか事件とか、ね、日本でももうわけのわからん事件とかがいっぱい起きてるんで、本当ね、なんかこの暑さとかいろんなもんでみんなおかしくなってんじゃないかなと、そんな気がしますけど、本当その気をつけましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。